今だけはちょっと一回プロとして音楽やらせてください。よろしくお願いします。じゃあ私ドジパコでシンガーソングライターとしてやっていまして、いろんな曲を書いてるんですけども、自分のすごい寂しい照明になっちゃった。自分の代表曲の一曲を歌いたいと思います。くしくも今年連載が終わりましたが、こちら葛飾区亀有公演前出場、あれのテレビアニメのテーマソングを僕が歌ってましたので、その葛飾ラプソディというのをお聴きください。Oh,
サンチェが踊ってやっぱり広島のね、うん、キッズたち子供たちが喜ぶような、はあはあはあ、そして、まあ、あとはスタジアムでも、うん、みんなで踊れるようなそういう覚えやすい曲にしたいなと思っております。はいですね、ちょっと皆さん楽しみですね。はい、でもサンチェの歌も楽しみにしております。小島さん、この後はファンカンは楽しまれて？もちろんあのファンカンを楽しむためだけのつもりで来ましたのであとは見たりしております。はい、はい、じゃあ改めまして、堂島剛平さんでした。皆様、お送りください。ありがとうございました。緊張します。ありがとうございました。そして